リクルートダイレクトスカウト思いもしなかったところであなたのキャリアがきっと生きる僕の経歴をしっかり見てスカウトしてくれるから本当だ「リクルートダイレクトスカウト」「リクルートリクルートダイレクトスカウト」社会が良くなるサービスをそんな転職にきっと出会える僕がたくさんの本気のスカウトが待っているからすごいリクルートダイレクトスカウトリクルート リクルートダイレクトスカウト今の仕事を頑張るあなたにもいい転職を私があなたはレジュメを入れるだけすると本気のスカウトが届いてるリリクククルルーートトトトダイレクトスカウトリクルート今回はまあ初めてその複数のキャストの方たちとのまあご共演ということで、はい、撮影のご感想を。 もう本当に一人でやることが多かったんですけれども、今回はもう本当に共演者とましっかりとみたいなタイプの形だったので、まちょっとそこは新鮮だったかなという印象はありますね。溝端くんとか山本くんなんかは結構久しぶりで、佐久間さんはお芝居は初めてですかね。はい。監督さんとかあののやり取りとか何か。 今回のの撮影の中で印象に残っていることとか、はい、今回はあの今までの撮影と違ってそのロボットアームを使っての,そのカメラの,の撮影だったのでものすごいタイミングとか位置とかっていうのがもうビシビシビシッとこう決まっている状態だったのでそこにこう合わせる形というかだからこう皆さん何て言うんだろう結構タイミングとか位置とか僕も含めてなんですけどあのシビアで <laughs>。 意外とと大変だったたなという印象はありますね難しさみんか本来だったらそのカメラマンさんの,そのワークの呼吸に合わせてこっちも動いたりとかこっちの呼吸に合わせてカメラマンさんがこう動いていくとかっていうのがあるんですけどまあ今回はもうロボットアーマなんでこのロボットの意思に沿ってこう我々もこの画角に入っていくっていうなんかそういう入り込み方をしていましたね。 このシリーズの CM に臨まれる際のなんかご自身のなんか気持ち的な部分 <うん S 2> 基本的にはあのすごくこうポジティブなことをあーやっているいわゆるその転職とかってやっぱりこの不安とか,なんか自分の中で見えないものになんかこう飛び込んでいくなんかそういう怖さとかもまあ漠然としたものっていうものがなんかこうつきまとったりするのかなって自分の中では。 思ったりするんですけどでもそれはなんかそういうことではなくてもっとその自分の人生をこう豊かにしてくれるその選択肢が広がることのこう素晴らしさみたいなものを伝えていければいいと思っているのでそういう明るい気持ちになれるような,なんかそういう後押しができるようなそういう気持ちで望まませてていいただいております最近こんな場面で本気を出したぞみたいな。 これはちょっとラジオでも言っちゃったんですけど、あのそば打ちです。そば打ち本気でやっている最中ですね。あの、本当に奥が深く深いというか、やっぱ難しいと言いますか？あの同じ水の量でもやっぱその日のその湿度だったりとかで全然そのそばの。 この腰だったりとか変わってきたりするのでなんかその日によって水の量を変えてその減らしたりまた増やしたりとかまあこれはもう本当にまだ始めたばっかりの素人の意見なんですけどこういうことあとまあ骨だったりとかものすごい大事だなって思いながらあの本当に汗かくぐらい <laughs> やりましたねでもすごい楽しいです。年年末年始にあのじゃあ その友達のお家に集まってそばを食べるっていうものが通例としてあったんですけどまあじゃあ次はちょっと手作りで自分たちで作ってみようってやった時にそれがまあボロボロロだったんですよねそれがなんかこう悔しくてそば打ちセットを買ったりとかして家であの練習してじゃあもうその年末に向けてうまいそばを作れるようにと思ってやってるんですけど。 まあそれがが難しいといとうか奥が深い新しい現場とか環境で仕事するときにうんうんあえて何かやってるルーティン的なものとか着るものをほとんど一緒にするみたいな白い T シャツだったら違う種類の白い T シャツをずっと着回し続けるとか <laughs> 日々の生活の中での考えることを少しでも減らすみたいな。 といいうことをやっているかもしれないですなんかそうするとまあ何て言うんでしょうねあの僕らの仕事の場合だと本当にその現場に行って、まあ、その衣装に着替えて現場にそのさカメラの前に立つので実質その家から現場までの服装ってもう本当に別に何て言うんですかね、まあ、何でもいいっちゃ何でもいいんであの着るものをあまり買えないっていうそれかな。 そういういいことはまあ割とは割あるかもしれないですねその作品ごとに何かあの入る前に一つテーマを決めてまあじゃあ黒だったら黒いこう服をたくさんこう毎日着て現場に行くみたいなもうなるべくこの考えをこう減らしていくっていう日々の日常の中でのものをこう削減してなるべく脳を軽くするみたいな。<laughs> 新年度を区切りとして、これからなんか始めてみたいなとかっていうことが、うん、以前ピアニストの役をやらせていただいた時にはピアノっていいなっていう感じがしたんですよね。で、練習用のその電子ピアノをあのそのまんま、あの制作の方からもう使わないからいいよ。これっていうことでいただいていて、家にまだずっと。 ある状態で使っていない状態なんですけど、それをちょっと引っ張り出して、あのピアノもなんか少しずつ時間があればやってみようかなっていう感じはしますね。意識して両立させようとしていること、うん。家事をまあするようになってます、あ。仕事とまあその家事っていうことで言うと、そうですね。出かける前にこういうことをやっておいて。 から出かけたり帰ってきたらこういうことをちゃんとやるっていう自分の中でのなんかこうにはなりましたね今までは本当にその仕事に行って帰ってきてまあもう本当に休むとかっていうことをずっと繰り返しやってきたんですけどまいやもう本当にこう今は出かける前にこういうことをやって。 で帰ってきたらまあこういうことをして明日のためにこうしてとかっていう,なんかこう組みみ立ててたいいなことをやっていますね時間に余裕があるからこういうことをやっていこうっていうなんかその自分の中での,あの余った時間を意図的に作るっていうことをやっていますかね。リククルートトトダイレクトスカウト 思いもしなかったところであなたのキャリアがきっと生きる僕の経歴をしっかり見てスカウトしてくれるから経歴と希望条件を登録しておけば企業やヘッドハンターがレジュメをしっかり読み込んで待っているだけであなたにマッチしたスカウトが受け取れる本当だリクルートダイレクトスカウトリクルート